それでは今回対戦したコウジ選手なんですが、実際にこう戦いの中でイメージしていたところと違ったところありますでしょうかうん、一緒っすね。ああ、と思ったよりパンチはなかったっすね。うん。平本蓮軍とかも言ってた通り、パンチはなか,なかったっすね。うん、あとでもそのじわじわ攻めてくるさっき、で、どんどん詰めてくる、じわじわ詰めてきて、俺の体力削ろうとしたですけど、あのー、それももう読んでたんで、ボクシングでも俺勝てるって言ったじゃないですか。別にボクシングでも勝てたんですよ。 で、また、あと膝入れんのが作戦っすね。あれで打てなかったっすね。連打が。だから、ボクシングの距離でインファイトで戦ったとしても俺の距離だったんですよ。今回の試合って。膝があるから。うん。だから、本当だったらコー選手、もっとキックボクシングバチバチやってる時だったら、あの、どんな試合になったかわかんないけど、最近ボクシングに行ってたんで、ボクシングとキックボクシングって全然距離違うんで、はい、それが見せれたっすね。また MMA もまた距離違うのも分かってるんで、はい、また楽しみにしてください。